インドメタシンとは、ヒステロイド性抗炎症薬の一つ。アラキドン酸カスケードにおけるシクローキシュゲナーゼを阻害することによりプロスタグラン人類の生成を抑制することによって抗炎症作用を示す。また、抗炎症作用以外に鎮痛作用を持つ。プロドラッグとして、インドメタシンファルネシル、アセメタシンがある。最も効果のある症状は、 抗酸球性脳法性毛包炎である。これは、PGE に酸性に関与するシクローキシゲナーゼ1を阻害し、スニサイトカインによる、抗酸球増殖や、機能更新を抑制すると言われている。最も多い副作用は、胃腸症状である。重症化することは滅多にないが、胃潰瘍などの炎性度潰瘍にも、念のため注意が必要である。人によっては、 発疹ができたり、全速発作を起こす恐れがある。アレルギー体質の人や、もともと頭打にかかったことのある人には、要注意である。その他、腎臓や肝臓の働きが悪くなったり、血液に異常が出ることがある。妊娠後期において、動脈管収縮、胎児循環持続症、溶水減少、新生児死生腸炎といった胎児毒性があり、 妊婦への使用は避けるべきである。J グローバルより、栗原祐一2011、平松雄二2014、P8、ありがとうございます。